大阪にある商業施設の漫画を描いてほしいという依頼が来ました。無理だな。積極的に断られるように返信を考えます。宣伝の漫画を受けするには致命的なことに書きたいものしか書くことができませんね。今書きたいテーマは。そんな返信も忘れかけた翌日、承知いたしました、こちらでどうぞよろしくお願いします。うつ病について以前、私にとってそれはどこか遠いものでした。朝に聞きます。しかし1年前、身体的な痛みとそれによる不眠によりたった5日でうつ病を発症。 MON 通院、買い出し時の外出スタイル、帽子、外界が見えると怖い、杖、体が動かない、おスタジオは立てない、何も考えられない、話が理解できない、睡眠薬で電池が切れるように眠る、つらい。9ヶ月目。そろそろ通院卒業ということでいいんじゃないかな。自転車にも乗れるようになった。治ったのか。醤油に大量の水を足して薄めた感じ。でも考えてみると 100% の透明な水でいることは健康な時でも難しいかもしれない。こんなもんか。健康であるところの私は張り切って大阪に参ります。そしてこちらが船場センタービル。船場センタービルとは高速道路の下にあり、市から重工間に及ぶ施設内に布店、服店、雑貨店、飲食店などの。ひとまず外観を見ながら端から端まで歩いてみることにします。このビルは外壁は新しいのですが、内部は築50年です。50年前から変わらない内装です。その年季の入り方、白い蛍光灯の色、手入れしても追いつくことのできない何かが染みついた感じは故郷の古いデパートに似ています。頑張って漫画描かないとな。1号館からお店巡りを開始いたします。梱包資材ショップ、お姫様のような雑貨ショップ、写真展、ジビ印稿家、ぬいぐるみショップ、マダムのお洋服ショップ、高価買取金券ショップ、造花ショップ、駅前の商店街のお店に一軒一軒訪れるような感覚。ここにはいろいろなものがありました。ビルというか街です。ホームページにこう書いてあったので9時ぴったりに行ったらお店がほとんど閉まっています。こういうことが起きてもさほど驚きを感じさせない、それがこのビルの持つ不思議な力です。各お店で開店時間が違うことについては深く考えないことにします。することがないので看板を眺めて回ります。ビル内の看板は可愛いです。お決まりですか？あ、本日の握り定食をお願いします。 OK でええの？ OK？ 握りの OK 言うたらこのサイズやな。あ、ありがとうございます。関東のイントネーションで喋っているせいか親切にしていただいている気がします。さて、だんだんとお店が開いてきます。働く人は美しいです。私は4日間このビルをうろついていましたが、正直に言ってあまり買い物をしているお客さんを見かけませんでした。しかしお店の方はガラスの棚を拭き品物を並べています。働く人は美しいです。1年近く働けなかった自分はそんなことを考えていました。
船場の由来は船着き場だそうで、私はよく船着き場のベンチでぼんやりしておりました。隣人は眠る男性と休憩中の工事現場の警備の女性です。エレベーター前に車椅子の女性とそれを押す男性がやってきました。なあなあお父さん、そんな持ってへんのとちゃうん。お父さんの手元には買い物したてのビニール袋一つ。うん、お父さん、そんな持てへんのとちゃうん。うん、あれしたらあかんね。私は今の出来事を言い表す名前を見つけることができません。五色が作った詩があります。港はすべての海の名を知っている。詩人は船を港としたこの五色を直しませんでした。この港のビルもすべての名前を知っているでしょう。しかしビルは寡黙です。軽薄な人間である私は語り続けます。その日はちょうど船場センタービルが建つ前の写真を見せてもらう日でした。当時の町や建設現場、式典の様子が収められています。1960年代の地鎮祭には偉い人がたくさん座っていますが、そこに女性の姿は一人もありません。私は2時間近くおじさんの写真の山を取り崩しておりました。ビルを作るのもそれを指示するのも満足げに眺めるのも全員おじさんです。んその中に紛れ込んでいた一枚、会社のカメラで撮られた湖畔の女性のスナップ。仕事の顔をした大量の写真の中のちょっと呆れたような笑顔。この表情を我々は知っています。この表情の先にある人物と彼女の関係も知っています。このどこかで見たような殺風景な湖のことも。お元気でしょうか。おそらく今80歳くらいのあなたは、昔からたまに起こる現象があります。それはいつも眠る直前のことです。あ、来る来る、やってくる。世界の真実がわかる。朝起きると得たはずの真実はきれいさっぱり失われております。妄言だということは自覚しています。船場センタービルには電車の忘れ物のお店があります。世の中のありとあらゆる人の忘れ物が売っています。一つ一つ眺めているだけで興味深いです。本のコーナーにスケッチブックが売っていました。1ページ目にだけ花の水彩画が書いてありました。うつ病がひどかった頃、魔法の薬を飲んでこの世から消えてなくなりたいと思っていました。これはその頃の日誌です。その中の一節を紹介します。繰り返し出てくるその一節は、さっきの妄言、世界の真実によく似ています。起き上がれば泡のように消える妄言。それでもこの4日間船場センタービルの中で外で
私はたびたび感じていたのです。強く、みんな幸福になってくれ、お願いだ。